今これからね、まあ、日光に行くんですけど、まあ、なんで日光に行くのかというと、それは、まあ、行きたいから行くんですよ。ただそれだけです。行きたいと思ったから日光に行く。ほんとね、ただそれだけなんですよ。田舎の景色が見たい、ね、山が見たい、ただそれだけ、まあ、ほんとそれだけなんですよ。だから筑波に行こうか、まあ、日光に行こうか、どこに行こうかなって思って、まあ、日光行きたいなと、なんとなくね、まあ、日光行きたいって思ったから行くんですよ。もうそれ以外に特に何のモチベーションも、なんかその明確なね、その根拠とか、明確なそのしっかりとした根拠とか、なんか明確なモチベーションとか、そんなもう めんどくさいことはいらないんですよ。行きたいって思ったら行けばいいんですよ。日光に行きたいと。で、まあ、山が見たいんですよ。田舎の景色が見たいんですよ。だから日光に行く。だから今車を走らせてる。それだけ。で、もっとさ、シンプルに考えていいと思うんですよ、人は。難しく考えすぎていると、どんどんコンプレックス、絡み合ってしまう。ものすごくいろんな思いとか感情とか、いろんなさ、その思考回路っていうのが複雑に絡み合って、人間の脳っていうのはいつもいつもああだこうだああだこうだ考えてるわけでしょ。で、絡み合っちゃうから、なんかこれをしたいとかあれをしたいだけどな、これをするとこうなっちゃうし、あれをするとああなっちゃうし、で、あそこに行きたい、ああでも行きたいけど、ああ時間がないよなとか、まあ、毎日仕事ばっかりして、まあ、そんな余裕はないよなとか、もう次から次へといろんな複雑な思考や感情とか事情とか理由とか、または言い訳とか、いろんなものが複雑に複雑に絡み合ってコンプレックスして、で結局動けないんですよ。動けない。行きたければ行けばいいんですよ。山が見たい、田舎の景色が見たい、別にそんなすぐ行けるわけじゃないですか。まあ車に乗ってすぐに行けばいいじゃんと。行けばいいでしょ。まあ電車だっていいし、まあ別に普通に田舎の景色が見たいと、山が見たいと、じゃあ普通に車でも電車でもいいから行けるでしょと。行こうと思ったらみんな行ける。やろうと思ったらみんなやれる。でも何かそのブレーキをかけちゃってる。何かその抑え込んじゃってる。何か抑圧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 なんかしなくていいんだから、行きたいって思ったら抑圧なんかしなくていい、行けばいいじゃんと。もっともっと自由に行きたいところに行って、やりたいことをやって、もっともっと自由になれるでしょ。山が見たい、この景色が見たい、じゃあ見ればいいじゃんと。この山の景色が見たいから、本当ね、この山の景色、この田舎の景色が見たかったんですよ。ビルの谷間じゃなくて、この山のね、この雄大な田舎の景色が見たいって思ったから、行きたいって思ったから、まあ、今私は車を走らせて、まあ、日光に向かってるんですよ。もっともっと自由にやりたいことをやって、行きたいところに行っていいと思うんですよね。もっともっと自由に生きることって私はできると思います。